ロブ・ポールセンは、アメリカ合衆国の男性声優。代表作は、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ、アニマニアックス、ピンキーブレインなど、グランド・ブランク・コミュニティ高校卒。ロブ・ポールソンと表記されることもある。薬庫薬及び、ピンキー役が評価され、ニド・デイ・タイム・エミー賞を受賞し、アニー賞も受賞した。1999年のアニメ映画、ワッコ。 エソイッシュでは、ヤッコ以外にドクター・スクラッチャン・スニフを演じた。リトル・マーメイド・ツー・リターン・ツー・ザ・シーでは、エリック・王子の声を当てた。今までに250以上の異なるアニメキャラクターを演じ、1000以上のコマーシャルで声を当ててきたポール・センは、アニメ映画では、助演を務めることもある。ミシガン州デトロイト生まれのグランド・ブランク育ち。妻、パリッシュ・トッドとの間に、一人息子がいる。 幼少期から、思春期まで聖火隊に参加し、グラマースクールの舞台に上がり始める。しかし、彼は、デトロイトレッドウィングスのゴーディハウに憧れ、演劇の才能を荷物着とし、一番の夢は、プロのホッケー選手となることだった。1981年、小さな森の聖アイアム。スマーフのエキストラで、声優としてデビューした。 数年後、地上最強のエキスパートチーム GI ジョーや、ザ・シュノークスといった作品で脇役を演じるようになり、テレビシリーズ、星獣視ビスマルクでは、リチャード・ランスロットを演じた。このキャラクターは、ポールセンの演技力もあって、ある種のカルト信者を生み出した。1983年にアイズ・オブ・ファイアで、俳優としてデビューして、以来、1980年代のポール戦は、 ボディダブル、スチュワーデス・アカデミー、ウォーロックといった、実写映画、冒険野郎・マクガイバーや、EN、ストリート、エルスウェアといったテレビ番組への出演もあった。なお、インタビューにおいてポールセンは、ボディダブルの演技に満足しなかったらしく、息子に見てほしくないとした。1987年より、ティーンエイジ・ミュータント・忍者タートルズで、初のメインキャラクターとなるラファエロの役を演じた。 1990年代初期、ポールセンは、実写映画への出演を控え、テレビアニメや、CM アナウンスに専念した。1993年、マイティマックスと、マスクアニメーションで主役のキャラクターを演じた。また、この年 ABC のテレビシリーズ、ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグに、アントワーヌ・ディ・クーレット役で出演。1995年には、スーパーヒーローアニメ、 ザティックのアーサーを演じた。ホンダのテレビラジオ CM において、ミスターオポチュニティの声を当て、バファローディック、S ラジオランチのアナウンスや、西海岸の食料品チェーン店ラッキーストアズのスポークスマンは、1998年にその企業がアルベル・ツェンズに買収されるまで続けた。しかし、これより、有名なのは、ガットミルク、キャンペーン CM で、 1993年に公開されたフーショットアレクサンドル・ハミルトンによりガットミルクは大成功を収めた。ポールセンは最も人気のあるコマーシャル声優として名を残し続けている。現在はカナダのミニウィーツのテーマソングを歌っている。シカゴのテレビステーションでのインタビューにおいてポールセンは自身を俳優になると決めた歌手と称した。 また、ポールセンは、長期にわたって、チャリティ団体を支援し、がん検査の寄付もしている。青少年のためのプログラムであるゴールマデルズへの、仕事も多く、発達障害児のためのプログラムキャンプウィル A、ウェイのスポンサーの一人である。1995年から1997年、半ばまでタコベルの児童向け食品のコマーシャルで、犬のキャラクターの声を当てた。なお、 この時相方である猫のキャラクター、ナチョの声を当てたのは、エディディゼン。ありがとうございます。